ではちょっと最近ちょっとコメントをいただいてたんですけど、僕が YouTube の機能がよく分からず全部保留になってました。すいません。で、まあ嬉しいことに分かりやすいとかオーリーのハウトが結構言ってもらえたんですけど、その中でもやっぱまだ分からないとか、ちょっとやっぱ細かいところまで実際そんな説明してなくて、まあ、前回視聴者さんからもらった動画のやつでハウトゥーをしたやつがあって、で、まあ、それで説明したんですけど、まだそこまで細かく短くしちゃった面があって、でそれをちょっと今回、一応6つに分けて説明していこうと思います。まあ、1個がテールの叩き方、2番目が板が曲がってしまう、3番が前足の使い方、擦り方、4番は、後ろ足が離れてしまう、5番が上半身の使い方、6番が高さを出すやり方、というふうにちょっと分けてやっていこうかなと思って、今回1番目の、テールの叩き方、その前回のハウトゥーやった後からもう意外とツイッターやインスタグラムの方にやってる動画の方送ってもらってて、で、まあ、どうしたらいいですかとかってくるんだけど、まあ結局オーリーで一番大事なのは弾くが一番最初の動作、オーリーっていうことの弾くところから始まるから、ちょっとこれをもっと詳しく教えていこうと思います。で、まずスタンスなんだけど、まあよく言ってるのがここのビス1点2点3点4点ってあると思うんだけど、これのこことここね、こことここの中心2個の間に線を引く、ビーこっちをビーってまっすぐの線を引いたところを叩く。そうすると板がまずこうまっすぐ上がっていく。で、こう叩いた時に足が深すぎたり手前すぎて飛ぶ瞬間にこっち側にこう叩いてしまってる人とか、まあ、これはちょっと極端なトラックってこうやってグニューって動くから飛ぶ瞬間にグーってなって飛んじゃう人とかがいる。でそうなるとどう良くないかっていうと、潰れて飛ばした時にこれもゴムだからピョンって反発するから板がピョン、逆やってもピョン、それが原因で曲がってしまうこともあるし、なのでこのビスとビスの間を叩く、足で叩くのを意識。それがまず後ろ足のスタンス。前足はまあ肩幅で、俺はあんまつま先が出るか出ないかぐらいでやってるんだけど、まあ、前足はまた後で他ので説明していこうかなと思うんだけど、まあ、大体のスタンスは僕はこんな感じです。でこれが足の中で言うとこんな感じかな。
で叩いてるのが僕は親指なんで、それがグッて叩いた時にトラックが潰れないように、でそんで、まあ、今のがスタンス、このスタンスがすごい重要だから、例えば足の置き場が1センチとか5ミリ1ミリとか違うだけでも感覚が変わってくるから、感覚といっても多分最初の頃ってそこまでないと思うんだけど、スケートボードの板自体にはそれが加わってくるから、1ミリ違えばそれだけでもちょっとずつこっちに、ね、ここで叩いててこれまっすぐなのに1ミリ、まあ1センチとか変わってくると少しずつこうね潰れてきちゃう。でそれがしゃがんだ時とかのグッて力を入れた時にトラックが潰れちゃうから、自分ではまっすぐ叩けてると思ってもしゃがんだ時とかに板が潰れちゃって、その反発で板が上がった時に曲がっちゃうとかになることが。でもう一つは叩いた時に、みんなちょっと、まあ、動画を見せてもらった時のやつが多いのが、まあ、叩きが遅い、足首のスナップをこう使って地面をこう蹴るんじゃなく、板を蹴ってこれがこう浮いてついてく、ポーンと、この動作が超大事で、これを板をグッて踏みすぎちゃうと板がここで止まっちゃって、この板がこ上がってこようとするのを自分の足で踏みつけちゃってるから上がんなくなっちゃう。これをパンってこう この動作、テールを叩いてテールが上がってくる時の動作を自分の足が邪魔しちゃってる人が多い。なのでまずはこうポンと、ちょっと遅いぐらいだったら実際ついてくるけど、重い人とかも結構ね、テールの上がり方が重いなって見える人も大体それがその原因だと思う。なのでこのこうじゃなく、これもう地面ついちゃってるじゃん、じゃなくてここで蹴って板を下に押し付けて、でピークまでに足つけてこう戻ってくればいいかな、こういう感じでこうならない、このテールのタイミングが超大事。ベタ踏みしない、今地面を踏まない、足首、まあ、これ全部なんだ。そうベタ踏み、まあ、人間はつま先でこう飛ぶ、ピョーンって足首を使わない、ジャンプしても絶対そんな高さも飛べない、じゃなくてちゃんと足首を使ってこう飛ぶことで高さも出るから、それはスケボーの上も一緒だから、こうベタッて
踏むんじゃなく、ちゃんと足首のスナップを使って飛んであげる。これ大事。そのまあテールのね、この叩くタイミングっていうか速さ、最初難しいと思うんだけど、イメージ、俺のイメージとしてはこうパチンってなった時にここじゃなく、もう板がこんぐらい上がるイメージ。ベタで飛ぶんじゃなく、ここにパンって上がった時には、上がった時にはパッ、こういう感じだね。パチン。ここでだとね、こっからこう上がってきてもこうなっちゃうから、だから最初、まあ、まずテールの叩き方、これは本当すごい重要なんで、テールを叩く。できませんって人、あの動画送ってくれた人のを見ると、やっぱテールが遅いなとか、つま先でジャンプしてんだけどこう地面踏んじゃってるなとか、上がってくるのを邪魔しちゃってるせいで、ここが重くて足だけやたら上がっちゃうみたいなのをよく見ね、来た動画でも多かったので、あとは本当トラックが曲がらないように、まあ最初はこの叩くっていうのを意識してやるといいです。はい、です。